リンスタジアムご来場いただきまして本当にありがとうございました。さあここからの時間、試合終了後のボールパークステージはキャラクターバラエティステージでお楽しみをいただこうと思います。はい、はい、お兄さんここ立ってますが3年ぶりぐらいです。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ちょっと簡単にエリアの説明だけお願いします。はい、ステージ前の空いてるエリアはこの後のバラエティステージで使うので開けておいてください。グレーのクッションちびっこ限定のお席です。まだ空いてますのでよかったらちびっこのみんな一番前で楽しんでいってください。ベンチのゾーンはどなたでも座ってご観覧いただけますが、ベンチからの撮影はできません。撮影をされる方はパーテーションの外側立ち見エリアをご利用ください。ご協力お願いします、はい、よろしくお願いいたします。それでは早速ステージにキャラクターのみんなを呼んでみましょう、はい、皆さんも大きな声でぜひ一緒にお願いします。はい、マー君、リンちゃん、ズーちゃん、そしてクラッチーノちゃん、誰も来ないのやめてもらって、あー、来た来た、ありがとうございます。すいません、ズーちゃんもよ。ズーちゃんもですよ。あなたもです。はい、よろしくお願いします。さあ、いいですか、皆さんステージに集まったら説明させてもらいますよ。はい、マーク上げてあげてください。はい、揃いました。ということで今日のキャラクターバラエティステージは2ステージ行いたいと思います。まず第1ステージは団体戦です。もしかしたらマー君とクラッチーナちゃんはやったことがあるかもしれません。第1回戦キャラクターミュージッククイズ。はい、拍手。はい、簡単に説明をします。まずキャラのみんなには今からステージ上に楽器が登場します。はい、はい、この楽器をどれか一つ選んで演奏してもらいます。そしてキャラのみんなに演奏してもらうのは4人で1曲。あ、なるほど。みんなの力を合わせて1曲を演奏してお客さんに当ててもらおうというクイズになります。はい、すいません、すいません、木琴の使い方合ってます、キーボード違います。キーボードは自分の指でお願いします。はい、見て分かる通りメロディーライン奏でられるのは鉄筋とキーボードだけです。はい、あとは打楽器系になってます。そうです、マラカスとかタンバリンがあります。すいません、お静かにお願いできますか。説明続けさせてもらっていいですか。すいません、よろしいですか。はい、この問題なんですけど、はい、回答者を探してきてもらうのもキャラのみんなにお願いをしようと思っています。1問ごとに誰か1人にお願いをします。はい、で、どのお客さんを選んでくるかはみんなに演奏してもらう曲をまず説明します、はい、説明した上でこのお客さんだったらこの曲答えられるんじゃないかなという人。そうですね、はい、はい、年齢とかやっぱり性別とかも大事になってきますよね。かなりさノリノリですけれどもすいません、どこからミュージック出してるんですかそれ。あ、キーボードですか。キーボード押されたんですね。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、まず1問やってみたいと思います。はい、はい、ということでまず第1問目、キャラクターのみんなに演奏してもらいたい曲をキャラのみんなにだけまずはお見せしたいと思います。はい、見てくださってる皆さんはキャラのみんなが何を演奏したかをまず自分の中でも想像してください。いいですか。すいません、1問目にみんなに演奏してもらうのはこの曲です。わかりましたか。じゃあこの曲答えられそうなお客さんをりんちゃん。はい、はい、りんちゃんです。客席からお一人ステージ近くまで連れてきてもらってもいいですか。はい、お願いします。はい、お願いします。りんちゃん鳥増えたね。鳥増えたね色違い増えたね本当だ。あとすいませんが持ってる楽器はもうこれ決定でいいんですか。りんちゃんタンバリン1問目、はい、回答したい人って、りんちゃんが探すのできそうですだよ。回答、答え分かる人を選んでね、答えこの人だったら分かるんじゃないかなって人だよ。1問目の音楽見せましたよね。はい、女性の方、はい、じゃあこちらの方に来ていただきましょう。はい、お越しください、はい、どうぞ。はい、では回答者はこの女性の方です。よろしくお願いします。はい、どうぞおかけください。はい、ではマック、リンちゃん、ズーちゃん、クラチーナちゃん、準備はいいですか。すいません、メロディーラインはズーちゃんでよろしいですか。 OK、 これなんか合図3、2、
321とかやる？せーのとかでいく？大丈夫？ OK？ では参りましょう。最初の問題はこの曲です。どうぞ。待って、このクイズの根幹を覆す問題。すごいですね。ズーちゃんがうますぎる。最初お客さんに答え見せてもらってこんなんでしたよってやろうと思ったんですけど、いらなそうですよね。そうですね、もう歌ってらっしゃいました。大丈夫だよね。はい、はい、では回答をお願いします。チューリップのやつ。チューリップいかがでしょうか。正解。キャラクターのみんなには1ポイントをプレゼント。チューリップの花だ、ラララララララ。さあ、すいません、ズーちゃん上手すぎるんで変わります。立ち位置チェンジでお願いします。このままだとクイズになりません。いいですか。すいません、その結果打楽器しかいないのやめてもらっていいですか。誰かでミュージックラインお願いしたいんですよ。いやいや、カスタネット、タンバリン、タンバリン、マラカス、分かるわけがないんです。すいませんが、どなたか。まあいいや、次の曲まで、じゃあもう一回ずーちゃんいこうか。はい、次の問題、はい、次の問題、みんなに演奏してもらいたいのはこの曲です。ずーちゃん見て、この曲。ずーちゃんが首を振った。さあ、じゃあ次はクラッチーナちゃんにこの曲を答えてくれそうなお客さんを探してきてもらいたいと思います。ではクラッチーナちゃんお願いします。さあミュージックライン、どなたが行く、誰が行く、マーク行く。ズーちゃんちょっと首振ってたから自信ないかも。無理、これは無理。マーク行けそう。マイク向けるから大丈夫。はい、いいですか、回答者。さあ、誰でもいいですよ。はい、ではステージ前の女性の方、はい、どうぞお越しください。こちらの方にお願いします。一生懸命マー君が確認をしていますってことは、もしかしたらマー君がね多少知ってる曲なのかな。まあ、そんな感じもしますけれども、はい、ではクラチーナちゃんも準備お願いします。楽器ですかそれ。鳥楽器の一種でいいんですか。では行きましょう、参ります。それではキャラのみんなお願いします。いいですか。俺拍手が出た。すいません、ジェスチャーじゃないんです。ジェスチャーではございません。回答分かりましたか。多分大丈夫。じゃあもう答え言ってもらいましょうか。答えをお願いします。ゴジラ。正解。すごい、マー君すごいね。マー君もできる人だったんだね。いや完璧でしたよね。どうですか、ちょっとマー君の演奏。わかりやすかったです。わかりやすかった。あら素晴らしい、拍手。じゃあすいません皆さん、音の確認なしで次の問題お願いします。いいですか。3問目いきたいと思います。3問目、問題はこちらです。はい、すいません、ズーちゃん、クラチーナちゃん見て、問題これ。はい、ではマー君に探してきてもらいましょう。マー君、回答者を探してください。お願いします。はい、お願いします。みんなが手を振っている、みんなが手を振っている。マー君も手を振っている。探してください。
すいません、朝の農園じゃないですから結構いい声しますね、それね。演奏それじゃできないと思うんですよ。つーちゃんもクラチーナちゃんもね。さあ、マー君は回答者を探してもらっています。大きいです、音すいません、朝じゃないんです。ね、卵産まないの。エコどういうこと。すいません、ステージ見てないと何か全く分かりませんよ、これ。バスバチルと何の音だってなりません。はい、回答者おめでとう。はい、こちらに、はい、お願いします。はい、じゃあ楽器決まった。誰が演奏する、誰がミュージックライン行く。すいません、誰も行かないのやめてください。マー君、じゃあお願いします。いいの、適当でいいの、分かるように適当にお願いします。はい、じゃあ皆さん楽器の準備よろしいですか。では参りたいと思います。3本目、それではお願いします。これもうマークしか演奏してないけどさ、他の3人見てるだけだけど、回答分かりましたか。ちょっと聞いてみますか。ちょっと聞いてみてください。どうでしょう、分かった。はい、分からない。見てる方分かりましたか。うんうんと言ってる方も、分かった方もいくつかいる、うん、じゃあ見てる方だけにちょっと答えをお見せしたいと思います。はい、はい、この問題答えこちらです。はい、じゃあこれを見た上で改めてもう一回演奏してもらおうかな。マークいいですか。行くよ、マー君。マー君もう一回演奏いくよ。それではお願いします。はいすいません、すいません、マー君、ジェスチャーダメ、違うの、問題の趣旨。はい、お答えどうぞ。何でもいいです、答えてみてください。どうぞ。わからない。もう一回だけ、もう一回だけ、最後もう一回だけ。あ、すいません、あのお三方手伝ってあげてください。何か盛り上げてあげて。はい、では行きます。うるさい、うるさいじゃない、ちょっとマーク。はい、ではマー君行きますよ。皆さん、キャラのみんな行くよ。では問題こちらです。だからマー君ダメです。さあ、それでは回答してもらいましょう。お願いします。すいません、ヒントください。ヒント、じゃあせっかくだから。はい、これがヒントです。もういい、はい、答えお願いします。答えどうぞ。本当にわからない、残念。はい、それでは答えを、答えこちらです。セーラームーン、ムーンライト伝説でした。はい、回答の方ありがとうございました。ありがとうございます。はい、拍手お願いします。いや、けど実際マーク結構うまかったですね。すごい、マークすごかった。ということで、ここまでの団体戦は2問正解でした。拍手。いや、思った以上にみんなにあの音楽の才能がね、そうですね、ありましたね。すごかった、すごかった。はい、では次の第2回戦に行きたいと思います。はい、はい、2回戦、こちらの楽器の方は一旦片付けさせていただいて、2回戦を紹介したいと思います。ゾゾマリンキャラクターバラエティステージといえばもちろん行います。はい、続いての競技はカリミト競争ですが、
いつもの狩人競争ではございません、はい、今日は狩人ブラックジャックです。はい、ブラックジャックということでいつもとちょっとだけルールが違います。今からお題を出します。はい、このお題に合った人をお客さんの中から連れてきてもらう、ここまではいつもの狩人競争なんですが、お題は数字に関するものになっています。その数字の合計がブラックジャックなので21に近い、2とか21になるようにお客さんを連れてきてください。はい、21ぴったりにならなかった場合はね、できる限り小さいあたりでお願いします。さあ一瞬なんですが、今ちょっと車の方トラック取っておりますのでお気をつけください。いいですか。もう一度説明しますよ。はい、お題はある数字にまつわるお題です。その数字の合計が21になるようにお客さんを連れてきてもらいたいと思います。クルチラちゃん帰らないでね。帰らないです。まだクルチラちゃん、クルチラちゃんありますので、まだ帰らない、まだ帰らない。いいですか。例えばなんですけれども、今年のマリンスタジアムでのマリンズ戦の観戦回数が全員の合計、連れてくるお客さんの合計で21に近くなるように、できればぴったり21で来てもらいたいと思います。ただし皆さん、キャラのみんなに聞かれても実際の答えはあまり言わないようにお願いをいたします。いいですか。21ぴったりにならない、言わない、無理から。はい、ぜひね、アピールをしてください。僕例えば3だよとか5だよとか7だよとか、こういうアピールはもちろん OK なので、すいませんがお願いをいたします。はい、これ全て証明が必要になるので、例えばね、お題によってはこの証明用意してておいてくださいねみたいなこともお願いするかと思います。はい、はい、21ぴったりにならない場合は21に近い数字のキャラが勝ちになります。はい、はい、あとそれからね、連れてきたスピードとか連れてきた人数はできる限り少ない方がいいんだけど、一人で21にはなっちゃダメ、いいかな、2人以上は絶対連れてきてください。いいですか。じゃあ早速1問やってみたいと思います。最初の問題は、今ここで見ているお客さんの誕生月、誕生月の合計で21を目指してもらいます。人数が少ないほど高得点、2人、まあ、もちろん2人以上なんだけど、はい、2人から、いいですか。では行きましょう。狩人ブラックジャック第1問用意スタート。はい、誕生月、例えば1月生まれだったら1、12月生まれだったら12です。はい、この合計が21になるように、はい、お客さんを連れてきてください。はい、あとこれお手元に誕生月、証明できるものご用意お願いします。はい、お願いします。はい、ぜひね、勉強書だったりとかかな、一番簡単なのは、はい、用意してみてください。はい、まあ、いいですね。お客さんこう手を挙げるとき4とか3とか言ってくれてると、出してくれるととてもいいこと、ね、はい、はい、人数が少なかった場合は早い者勝ちです。はい、21ぴったりで22になっちゃうと22アウト、22アウト、はい、はい、一番早かった人から10点、5点、3点、2点にします。マー君が戻ってきたかな。マー君、クラッチーナちゃんの方が早いかな。クラッチーナちゃんが早いかな。クラッチーナちゃん、お二人あ、すごい、みんな一緒に来た、上がってきてください。クラッチーナ、働いた後は一緒かな。クラッチーナ、マー君、リーちゃん、ズーちゃん、はい、でははい、気をつけて上がってね。じゃあ、ユキちょっと答えを確認をしてください。はい、まずクラッチーナちゃんからです。はい、クラッチーナちゃんが連れてきたお客さん、女性のお客様、あ、はい、お二人ですね。はい、まずイーグルスファンの方はちょっと見せていただいてもよろしいですか。はい、11月生まれ、すいません、今免許の期限になっちゃいました。違いますよ、10月です。10月生まれ、失礼いたしました。はい、もう一人お客さん、はい、はい、続いてマリーズファンの方、11月と11月生まれということで、ぴったり21、ブラックジャック、おめでとうございます。はい、もうこれは一番最初に、トップ確定、はい、10点はい、次マー君、マー君、お友達、何月か教えてもらおうかね。はい、じゃあ何月か教えてください。何月生まれですか。11月生まれ。はい、真ん中のお友達は。5月生まれです。5月生まれ、最後のお友達。5月生まれ。11月、5月、5月、21、証明できるものはないかな。
子供たちはもう言葉がしょ、嘘つかない。子供たちは嘘つかない。嘘つかない。とりあえずキープ。キープ。はい、次りんちゃん行きましょう。はい、りんちゃん見せてください。はい、りんちゃんお二人、二人かな。お二人ですね。はい。はい、じゃあ。じゃあちょっとじゅんちゃんとついてきたお友達。見せていただきたいと思います。はい、12月生まれ。12月生まれ。はい、はい、もう一人お友達は。はい、女の子も見せてください。はい。9月生まれです。ということで12と9でブラックジャック、はい、はい、この場合は3人よりも2人の方が順位が上になるのでりんちゃんに、はい、マークキープマークキープ、はい、最後はずーちゃん。ずーちゃん何人連れてきたの？すごい。21越さない？これ大丈夫？越さないの？あ、そう？じゃあ一番お兄さん側のお友達から何月生まれですか？7月です。7月、7、はい、次のお友達。3月です。3月、3、次の友達。8月です。8月に、ここで18だぞ、おい。はい、次のお友達。7月です。7月25、はい、次の友達。12月37。はい、次の友達。6月です。6月43、はい、最後の友達。6月24、49。すいません、21なんですよ。数が大きいの目指すゲームじゃないの。はい、ということで3位はマークマークね、人数が少ない方がって言ったよね、お兄さんね。人数今3人だよね。だからりんちゃんの方が上。残念。ということでマーク3位、ずーちゃん残念ながら0点。はい、ということになります。まず1回戦ステージに上がってくれた皆さん、ありがとうございました。拍手お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ごめん、ステージのサイドの方からお願いをします。はい、あ、待って待って、どうぞ。今来てくれたお友達、ステージの横にお願いをします。さあ、ということでここまででリードをしているのはクラチーナちゃんですよね。クラチーナちゃんが10点、リンちゃんに5点追加、マー君3点、ズーちゃん、この問題は0点になります。はい、いいですか。もう今の問題の差がそのまま点数の差です。ではもう一問、カリビト競争、カリビトブラックジャックいきたいと思います。はい、次のお題はこちらです。マリーンズとイーグルスの選手応援グッズについている背番号の合計が21です。必ずマリーンズ選手の応援グッズを持っているお客さんとイーグルス選手の応援グッズを持ってくるお客さん、必ず両チームから1人ずつは連れてきてください。いいですか。この背番号の合計が21です。まあ、例えばですけど、マリーンズ荻野選手の0、イーグルス鎌田選手の21、これでも OK で、今こちらが、こちらのステージサイドが描いている一番最高形は1つあるんですが、それはまたね、来たら、ね、案内したいと思います。はいはい、いいですか。合計が21になるように2人じゃなくてもいいからね。はい、キーホルダーでもタオルでも大丈夫ですね。大丈夫です。はい、で、21にどうしても見つからないってなった場合も21以下だったら、うん、はい、考慮しますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、でお客さんもぜひ準備をよろしくお願いします。はい、ユニフォームもいいですね。ユニフォームもちろん OK、はい、タオルももちろん OK。 では参りましょう。よーい、スタート。21が合計ですから、はい、いくつかの選手はもうそもそもダメだってパターンありますけど、はい、皆さんグッズ掲げてください。グッズ掲げてください。はい、必ずマリーンズ側を1人、イーグルス側を1人以上、はい、イーグルスファンの皆さんも挙げてください。はい、両チームから1人ずつは絶対連れてきてくださいね。はい、さあ合計21です。ブラックジャック21。もちろんマリーズファンの方がイーグルスの、持ってても OK、 イーグルファンの方がマリーズのものを持ってても OK、 とにもかくにもステージにね、マリーズのグッズとイーグルスのグッズが揃うようにお願いをします。クラッチーナちゃんの10番もありますよ。これも OK ですか。それも OKOK、 もちろん OK。 さあ、どっちから探すかっていう話だよね。はい、難しいです。で、合計ができれば21に近づいてほしい。クラッチーナちゃんが戻ってきましたよ。はい、皆さんもお願いします。クラッチーナちゃんがトップ。はい、続いてりんちゃん。はい、さあマー君とズーちゃん頑張ってください。はい、お一人一アイテムですからね、皆さん。はい、
マリーンズのグッズを持ってる人、イーグルスのグッズを持ってる人、一人ずつが揃うようにお願いをします。はい、はい、マー君が行けと。はい、さあ、マー君が3番、マー君3番、最後スーちゃんが、スーちゃん2人以上だよ。 1人じゃダメだよ、もう1人ね。さあ、ということで、さあさあ、大丈夫ですか。はい、ではここまでとしたいと思います。ここまで。すいません、クラッチーナちゃんがだいぶ混乱をしています。ステージに来てから混乱を始めました。確認しようかな。弾き飛ばしました。あれ違うの、あれお兄さん違うの。あ、呼んでますよ。呼んでるお兄さん、呼んでるって。はい、25番だけど大丈夫かな。もうダメだよね。なんか持ってるかもしれません。他に持ってるかもしれないからね、はい、持ってるかもしれない、はい、じゃあお姉さんからいきましょう。お姉さんは、マリーンズ平沢大河選手の缶バッジ13、そして楽天1番、これは選手は松井幸選手1番、そして14、ここまで13と1、え、これが14-25、引きちゃダメです、引きちゃダメです。はい、ということでドボーン。ドボンか14かにしとくか。じゃあ14にしとこうか。じゃあ14でいきましょう。はい、14、えクラチルさん14、リンちゃん、はい、まず最初、楽天は岸選手11、マリンズ、はい、加藤翔選手10、足して21、ブラックジャック。暫定1位リンちゃん。はい、続いてマークいきましょう。はい、はい、鈴木大地選手の7、そして則本選手の14で21、ブラックジャックです。はい、おめでとう。すごい、すごい、素晴らしい。はい、はい、そして最後、そうですね、ズーちゃん何かさっき書かれてましたよね。書いてたけど、ズーちゃん1000ポイントになってます。違いますよ、まだやってないですよ。消しときます。はい、消してください。はい、お姉さん教えてください。レアード選手54。はい、この子供さんは何持ってるかな。持ってない。すいません、ズーちゃんルールという、はい、ズーちゃん残念。ということで、この2回戦はリンちゃん、はい、マー君、そしてクラッチーナちゃん、ズーちゃん0ポイントになります。リンちゃんに10点、マー君に5点、クラッチーナちゃん3点、ズーちゃん0。はい、ということで、ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。ステージサイドにお願いをします。はい、それではここまでの結果を踏まえて順位を発表したいと思います。発表します。では合計ポイントを教えてもらってもいいですか。はい、はい、じゃあマークから。はい、マー君10ポイント。マー君10ポイント。リンちゃん17ポイント。リンちゃん17。ズーちゃん2ポイント。ズーちゃん2ポイント。クラチーナちゃん15ポイント。15ポイントということで、はい、今回のキャラクターバラエティステージ優勝はリンちゃん。さすがレディーズデーだから。頑張りました。そしてクラチーナちゃんもすごい素敵な成績を収めてくれました。拍手。はい、やっぱりね、今日はスーパーレディースデーということで、うん、女の子たちが強かったということですね。そうですね、うん、はい、ということで最後のあの演奏をね、うまくすごかった。はい、じゃあそういうことで最後、じゃあリンちゃんとクラッチーナちゃん中心にして集合写真撮りましょうか。記念写真撮りたいと思います。